こんにちは、飛びたジョーです今日の心に火を灯す言葉はこちらです。すべての人間の一生は神の手で描かれたおとぎ話である。すべての人間の一生は神の手で描かれたおとぎ話である。これはデンマークの代表的な童話作家詩人である アンン・ンンス・スクリスチャンアンデルセンの言葉です彼は非常にたくさんの童話を発表しており「人魚姫」「裸の王様」「赤い靴」「醜いアヒルの子」「マッチ売りの少女」など子どもの頃に読んだあるいは読んでもらったことがあることでしょう。 この言葉はアンデルセン童話集の中の一節ですが文字通り人間の一生というものは神様の手によって描かれたおとぎ話であると言っているのですしかしよくよく考えてみると確かにそういうものなのかもしれませんね人間の一生というものは本当に神様が作った おとぎ話なのかもしれないと私も時々そう思う時がありますすべての人間の一生は神の手で描かれたおとぎ話であるもし仮にそうだったとしてもそれならそれでいいではありませんか全知全能の神様がよかれと思って組み立ててくださったおとぎ話の主人公になって 思う存分活躍してみよう。そのような心境になれば神様もきっと温かく見守ってくださるのではないでしょうか。